今日は、焼肉についてお話ししたいと思います。なんか台湾に来てから私焼肉すごい好きなんだけど、日本では焼肉行くとカルビしか、ずっとカルビ食べてるんだけど、あとサイドメニューとかも結構好き、野菜とか冷麺とかなんだけど、台湾に来て本当になかなか美味しい焼肉に食べれなくて、結構なんか何個か行ったんだけど、なんかなんだろう、1個だけまあまあ、あ、なんか美味しいっていう感じの見つけたんだけど、なんかすごい残念なことに、なんかそこの焼肉屋さんは日本にもあるみたいなんだけど、なんかもう雰囲気っていうか、お店が汚すぎて、なんかまた行きたくない、もう一回行きたいって思わなかった行きたくないと思った、もう汚すぎて。でなんか静かにっていうか、なんか普通に食べたいんだけど、いちいち焼くときになんか掛け声みたいなのとかあって、ちょっとなんかいちいち焼くときに掛け声私はなくてもいいから、なんか普通に食べたいで、そういう感じでなかなか台北で美味しい焼肉屋さんにたどり着けないんだけど、まだ行けてない感じ、探せてない感じなんだけど、なんかもしみんなのおすすめとかあったら、ちょっと行きたいって思うから教えてくださいで今日ちょっと一軒行ってみる焼肉屋さんあって、そこはまだどうかわかんないけど、ちょっと今日行ってみます。だからちょっと楽しみ美味しければいいなって思う日本に帰った時に焼肉すごい食べたいと思うんだけど、日本に帰っても私の周りの人たちは結構焼肉が嫌いなんですよてか肉が嫌いだからなかなか行けないから、もし肉好きな人とかいたら、なんか一緒に焼肉食べに行きたいですよろしく。今はちょっと入り口がどこにあるか全然わかんなくて、ちょっと友達来るの待ってます。なんかね、看板とか全然ないなくて全然わかんない。唯一わかんのがこの変なこれどこ入り口、本当にわかんないです。やっと発見しました。全然すごいわかりにくい場所、これ全然わかんないよね、この場所。
ございます。今日も焼肉行ってきました。感想はめっちゃ美味しかったです。あの、なんて言うんだろう、まあ、めっちゃってか日本では普通かもしれない、でも雰囲気もすごい良かったし、あとなんだろう、でもすごい美味しかった。しかもなんか店員さんがめっちゃイケメン、どうだろう、台湾でイケメンずっと見てないからちょっとわかんないけど、なんだろう、あ、日本と比べたらイケメンじゃないかもしれない、でも台湾にいて、まあ、イケメンなんか多かったです店員さんに。まあ、とりあえず肉は結構合格、かなり合格で、和牛のやつだったから、美味しかった、すごい。で、台湾で初めてまたここ行きたい焼肉屋さんって思いました。今度みんなっていうか一緒行きたいです。